さて、ついにこの日がやってきてしまったようですよ。ピクミン2最終回。そうなんですよね。ストーリーモードはお宝フルコンプリートでもクリアしてまして、あと残されたものはこのチャレンジモードを全ステージノーミスクリアすれば最後にね、お宝ムービーが見れて終われると。ってことで残り4ステージ行ってみましょう。今のところ全部ノーミスクリア。続いて天罰の穴、もう最初からなんか怖いんだよ。赤ピクさん50匹で、激苦が激辛が1個ずつのフロア数1。激苦が激辛が1個ずつ あってフロア数1個ならばいけんじゃねって思うけど、そう思って前回もめっちゃむずかった。何の天罰ですか？僕が今までピクミンさんをいっぱいもう殺したくて殺したくじゃないんだけども、まあ死んでしまった、その天罰何でしょうか？ハニワガール。どういうこと？行きましょう。残り4ステージ気が抜けない。え、なんか BGM は穏やか、そしてうわーびっくりしたやめてくれよ。ここのお宝はすぐ持ってけんじゃない？だってねえ、拠点近いし。爆弾落ちてくんのかな。あ、落ちてく、あーおめえかよ、逃げろ。で、上に落とせばいいだけ。お前なんか全然弱えんだよ。オッケー、よし、それはいいとして、まずこの埴輪持っていこう。いけるよね。うん、オッケー。え、でもなんか不穏な音。え、こんな BGM さ、ん？こんな BGM さ、あった？今までストーリーモードとかなかったよね。なんだここ。行こう。ピクさん50匹。赤ピクミン。攻撃力高い。ショイグモ。うわー待って。一旦離れよ。離れよ。離れましょう。離れましょう。あ、え？簡単じゃん。うわーもういっぱい来るいっぱい来る。わー天罰とはこういうことか。天から降り降りる罰。まさにその通り。オッケー。まだけどショイグモたちは、爆弾が？うん。爆発すれば、うん、倒れてくれるから。うわー待って待って、一旦集合集合。はい、怖いわ、私怖い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 、危ねえ。あー、なんか来た、なんか来た、なんか来た、あー、ゆきちゃん匹来た。なるほど、天から。わあ、薬剤が降りてくるぞ、薬剤が降りてくる。待って待って、今来ない、今来ない、バカバカちゃんバカちゃん。え、減った？減ってない。お、なんかラッキー、誰も減ってないし。あ、多分ユキチャッピー今さ爆弾でやられたんだ。バカめよ。よーし、オッケーオッケーオッケー。そしたらどうしたらいい？落ち着こう。待って、なんか今音がした。なんの？待て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 、集合集合。誰も死ぬな、誰も死ぬな。持っていくこれ。え、待て待て、なんか、待て待て、なんか、なんか、あ、なんか醤油もめっちゃ俺落ちてきてる。ちょっと待ってくださいよ、ちょ勘弁してくださいよ。こいつやって、待て待て待て、黄色やばい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 ぞ黄色やばいぞ。だから黄色は激逃がしなきゃまずいんだ。いや、もう激辛使って一気にやってもいいんじゃないか。待て待て待て、降りておいで。はい、どうしよう。激辛注入、そして真っ先にこいつ、はい、こいつを一気に激辛でやっちゃうやっちゃうやっちゃう。すぐにすぐにビリビリしないように。こいつがビリ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 したら死んじゃう。あはははは、ひどいひどい。30匹、あ、もう見てらんない、もう一回やります。むず、やばい、このステージやばいぞ。わかった、アンサー。マツさん、その天罰は全部オリマーとルイが受けようぜ。そんなもんは俺らの罰だろ。よし、じゃあ、あ、待って、いや、一応拠点に一人いるか。うん、ルイいて、はい、まずオリマーが全ての、そうね、はい、天罰をその身に受けます。うわー、でも待てよ、ユキチャッピー来るのか。あ、でもうまくやればさ、うん、そう、爆弾で倒せるよ。あ、それでいいんだよ、それでいいんだよ、簡単簡単、そうすればいいんだ。オーケー、オリーマーの体力やば、ちょ、バトンタッチしようぜ。うわー、ユキチャッピーがスライドした、なんで。はい、ってことで次はルーヒーで天罰を、もう薬剤を全部受けていこう。で、うわー、マジかー、そりゃですよ。あー、待ってください、あ、ダメだダメ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 、こんなんダメ、嘘でしょ、むずすぎないこれ。いや、あんまりね、叫びたくないんですよ。いやー、マジかよ。最近ね、あんまりね、喉の調子が良くなくて、動画1本分ね、まあ大体2時間ぐらい収録するんですけれども、それをするだけでね、もう、あー、もうダメだ。
だからこいつをうまくこっちに誘導したい。こっち来い、こっち来い、こっち来い。で、爆弾落ちてこい、爆弾。爆弾来てもらったら、それでいける。よし、いいよ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 。そ、そ、待って待って待って、行かないで、行かないで、行かないで、あー、行かないでよ。あー、マジかよ。おいでよ、おいでよ、美味しいものあげるよ。ここら辺には落ちてこないのか。落ちてこない。まあ、あいつは最悪、激似が使おうか。そうね、うん。焼きチャッピーなら、赤ピクさんで倒せるし。そして、とりあえずいっぱい落とそう。うーえ、怖え。で、はい、ゆきチャッピーは、これ。これあげるよ、これあげるよ、これあげるよ。だけど、あー、待て、オリマーダウンの考えなきゃダメなのか。やわなやつだぜ。さあ、もう一回やっていくんですが、ここに焼きチャッピーが来るんであれば、うん、もう激苦手先にやっちゃおう。こいつはめんどくさいな。オッケー。来いよ、来いよ、来いよ。激苦ズドンの、はい、こいつは一気に倒しちゃいましょう。はい、オッケー。で、運べるならそれも運んじゃって、その上のやつも先にやっちゃおっか。はい、これでオッケーね。さて、そしてから、さっきの作戦通り、作戦通り、待て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 、危ない。爆発すればあいつ消える。オッケー。うん。いいね。これまず運んでもらってからの、はい、解散。解散。よし。オッケー。そして、すべて落としてくる。落ちてこい。雪チャッピーが落ちてきてほしいんだけどな。うわ、危ない危ない危ない。大丈夫かな。あー、危ない危ない。一応ね、オリマーダウンも、いって考えて、できるだけ、うわー、次の鍵はそこかい。オッケー、いいぞ。ナイス岩石、ナイス天罰。うわー、待って待って待って。いや、こんなもんじゃないよね。もっともっと将棋も来るはず。危ない。うん、まず落としきっちゃう。お前か。あ、もうこいつはもうオリマーでタイマンでやっちゃおう。おら、喧嘩しようぜ。おらおら、そんなもんか。お前そんなもんか。おい、もっといいパンチ持ってんだろうが。よし、これで、あとはその鍵を運び出すだけで本当にいいのかな。いや、まだ来るしょ、絶対に。ピクさんがいないと落ちてこないとかも確かあるんだっけ。あれ、なんかもっと来ると思うんだけどな。じゃあ、あんまり連れてくのやめとく。うん、19匹で行こう。もう何よりもまずは鍵を取ろう。あー、でもそっか、ショイグモはピックさんが何かを運んでる時にやってくんのかな。まあ、とりあえず行ってみよう。はい、3匹いれば OK。 来るかな。ちょ、怖いな、怖いな。運んでみるか一応。ほら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 、来た来た来た、切らせた切らせた切らせたよ、切らせたよ。ちょっと待って、ちょっと待って、帰って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 、危ねえ。うわぁ、死んでる。うわぁ、マジかよ。もう一回やります。むずい。黄色いショイグモ一気に行けないかな。いや、待てよ、集合。怖い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 。一応前兆あるもんね。うん、今からビリビリしますよーって前兆。あ、いけるいけるいける、オッケー。あ、いいんじゃない今回は。うん、黄色いショイグモが一番怖いもん。で、焼きチャッピーはもう倒しました。今回はいけるかもしれない。よし、じゃあこれでさっきと同じようにみんなにはここで待機してもらっての全部落としてくる。そうしよう。眠ってろ。よし、オッケーね。あれ、ゆきチャッピーは、うわ、出てきた今かよ。うわー、待って待って待って、こいつは拳で倒せないし。うわ、マジで、もう爆弾も隕石も、うん、違う、岩石か。あ、来た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 ぞ。来い来い来い、ゆきチャッピーさん、こっちですよ。ゆきチャッピーさん、こっちこっちこっち。そう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 、いいね。あと少し。これは激辛倒せんじゃない。いや、激辛使うまでもないんじゃない。寝てるんだれば、行きましょう。よし、オッケー、素晴らしい。で、どうしようかな。いや、あえてショイグモを出すか。ショイグモ来るでしょ、きっと。来た。で、逃げる。あいつ爆弾持ちだから勝手にお倒れになってくれるはず。来るな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 。っていう感じで、じっくりやってる暇が
俺にはあんのかな。残り50秒。うわーマジかよ、持ってないタイプ。あのお宝は諦めます。いらん、そんなもんいらん。いやまずは鍵で激辛使えば足が速くなるんで、それも使っていこう。そうすればさ、しょいごもに、うわー待って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 、いや追いつかれるわ、全然追いつかれるわ、やばいやばい、ちょ、死ぬなよ、死ぬなよ、待って、もうやだもうやだ、6匹死ぬ、あわだだだ、見たくない見たくない見たくない、死ぬ死ぬ、ほらあーもうダメだ、あー爆発落ちた。返してもらおうか、それ返してもらおう。いけ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 、待て、だいたかい、帰って帰って、ダメだった、ごめんなさい。いやあのさ、コメントで見たんすよ、最後の4ステージはもうね、お宝の回収とか考えられませんよみたいな、ここは解散だよ、一気に一気に一気に、オッケーオッケーオッケー、よし運び切れ、運び切っちゃえばノーミスクリアはできる。うん、さあゴールはそこ、近い、素晴らしい。俺もうゴールしていいかな、みんな、俺もゴールしてもいいかな。あーペロリンポンオープンしました、俺ゴールしてもいいかな、みんな、お宝まだちょっと残ってるけど、頑張って、ちょっと帰ってこい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 、あーゴールすればよかった、もうゴールするわ、もういいわ、次からもうお宝とかもどうでもいい、もうミスクリアされなければもういい、許して。待てよ、こうやってどうでもいいお宝をしょいごもに持たせて、そうだよ、そうそうそう、この黄色いしょいごもにこのどうでもいいお宝、もうお宝返しなんかも俺もしないんだから、はい、を持たせて鍵を守ればいいんだよ。そうそう、それでいい、いい子だいい子だ、それでいいんだよ、それでいきましょう。うん、新しいしょいごもは落ちてこないで、いちご運べました、オッケー。じゃあこういう感じで、あとは鍵を取るだけ、いけるぜ。激辛使うわ。うん。余すのももったいないし。てか、そっか。あれだよ。あの、原生生物の、亡骸を、使えばよかったんだ。そう。あの、黄色いしょいぐも、なんも持たないで落ちてくるしょいぐもには、原生生物を持たせてやれば、お宝コンプリート、できるんだ、きっと。なるほどね。よくできてんな。まあ、だけどいいんです。これでいきましょう。はい。お前らはそのビー玉でも大事に持っときな。鍵は、はい、しっかり回収完了。場所は近い、素晴らしい。じゃあもう僕ゴールしていいかな、みんな、俺もう許されてもいいかな、行こう。俺らは許された。よし、残り時間18秒、ノーミスクリアできればいいんだ、やったぜ。もう自分に納得させるかのように言っちゃうけど、これでいいんです、ノーミスクリア。はい、天罰の穴、確かに難しい、ノーミスクリアだよね、オッケーです。もう喉枯れたわ。さあ残り3つ、ドッスン迷路、迷路ステージか。フロア数1で紫さんが25匹、おう、激似が激辛が2つずつそんなもらえるんだ。いや迷路ステージか、前もあったけどむずいんだよ。まあやってみましょう。いやでもなんか迷路というには結構シンプルな作りをしてるかのような、そんな感じだけどね。はい、お願いします。さあここには一体何が出てくるのか。まずは、うん、壁壊しとくか。はい、時間めっちゃあるね、ありがたい。どっかに多分鍵があるんだよ、鍵、まず鍵探しだな。あ、しょいごもいるんだろうね、やっぱりね。うわ、マジで追い詰められちゃう。いや、壁壊しといてもらえば大丈夫。いるかな。いや、まあ、しょいぐもはほっといていっか、別に。うん。お宝一応あるから、だから運んどこうか、みんなで。うん。運んで。うわー、けど、しょいぐも来るよね、やっぱりね。あ、でも帰った。一応、紫ピクさんだから、強いのよ。強いから、こうやってまひらせられるし、なんか来た？なんか落ちてきた？あ、こいつか、虫か。なら別にいいや。はい。うん。ちょっとでも、ちょっと怖いな。ま、なんの音？待って。いやー、出たー！あいつだ！アメ坊主だっけ、名前。アメ坊主だ！存在、ちょっと忘れてた。
マジで？あいつから逃げながら、うわーマジか、2匹がいんのかよ、うわーちょっと逃げろ危ねえ、危ないよ、うわマジで2匹いんの。あ、でもさ、アメ坊主って確か紫ピクさんで倒せんじゃなかった、ボス戦の時にそうだったはず。ちょっと試しにやってみる、やってみようか、やってみようか、やってみようか、よし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 鍵持ってんのはお前っぽいな。倒そう。逃げるな、逃げるな、てめえこの野郎。アメ坊主も怖くないって知ってたのがでかいよ。はい、でも待って、もう一匹のアメ坊主どこいんだ、どこいんだ、怖い怖い怖い、あっちに逃げんなお前、しょいごもいるんだよ。やっとく、やっとくか、こいつ、はい、こいつすぐ倒しといて、もう怖くなくしといて、おめえおめえおめえだよ、待ってくれよ、逃げな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 、よし、オッケー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 、そう、なんか実体化するんだよ、紫ピクさんでやればいいね。うん、誰もしないね、なんかいじめてるみたいで申し訳ない。倒しました、素晴らしい。そして鍵は持ってないんかい、この頭か。はい、まあ、とりあえずこれ運んでもらってってことは、もう一体のアメ坊主あいつだ。よし、いけてるぜ。もう怯え散らかしたこの俺じゃない、やっちまおう。さあゲートオープン、かかってこいや、こいやめ坊主、喧嘩しようぜ、喧嘩しようぜ、こい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 、ちょ怖い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 、いざ勝負、よし、オッケー、これでいいんでしょ、これでいいんでしょ。あ、待って待って、そういえばさ、俺さ、待って待って、なんか降りてきた、あ、待って、ビリビリが2体はやばい、2体のビリビリはやばいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、誰も死んない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 よ。誰か死んだ、死んでるー、ピッキー、今なんで死んだの。あ、ビリビリでやられたの、もしかして。うわ待て、うわマジか、うわカエルもいんのかよ。あ、もう大惨事だけど、ちょっとやってもいいか、ちょっとこいつ、そして激辛注入、こいつ倒したら鍵があるかどうかだけ知りたい。そいつに構ってる暇ない、あ、そんなの運んでるのどうでもいい。さあ倒した、もう一体、お前が持ってるかどうか。持ってました、はい、被害甚大です、もう一回やりましょう、再挑戦。うん、鍵の場所は分かった、でアメ坊主自体はそんなに怖くないことも分かりました。わ、地形変わってる。さあアメ坊主が落ちてきてる、音がしてる、やばい、危ない危ない、よし倒そう。うわでも近いところにいるなおめえら、危ない危ないって、危ないって、でこっちこっち、こっちもこっちもこっちも、待って待って待って、そっちはどうでもいい、こっちが危ない、こっちがこっちがやばい、こっちこっちがやばい、こっちがやばい、こっちがやばい、そういうのがあるのか、そっか、叩きつけがあるんだ、もう一回やろう。さあ再挑戦行くんですが、2体がもう一気に来てるのはちょっとめんどくさいな。あ、マジ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 、ちょっとやめてください。で、ちょっと待ってね、こっちやってから、こっちやってから、はい、危ない、こっちやっちゃおう、すぐに、うん、大丈夫大丈夫、いけてるいけてるいけてる、こっち待って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 、はい、これ一気にできるのかな。で、次こっち、はい、うん、どうだ、いけんじゃない、一気に2体。うわ待って、ビリビリ来てる、ビリビリは、うわ待って、やられた今、うわそれやだな。さあ落ちてきた、2体いるね。今回の地形なんか簡単そうな地形なんだよな。うん、ここに一気にお宝集結してるし、結構ありがたい、これでクリアしたいな。よし、オッケー、まあ、お宝回収は後でよくて、25匹激辛使って一気にやった方がいいかもしれないな。行きましょう、激辛注入、勝負、これでオッケー、一気に終わらせてくれ、うん、オッケー、であとはそいつはほっとけ、そして次あっちあっちだ、行くぞ、はい、オッケーオッケー、一気に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 終わらせてくれ、終わらせてくれ、踏み潰されないように、よし、オッケー、
あとは楽勝、あとは追いかけて、よしよし、そこは行き止まりだぜお嬢ちゃん。オッケー、やっちまえ。よし倒した。さあどうだ、鍵持ってるか。君じゃなかった。まあしょうがない、ね、ここにあるお宝は全部回収した。じゃああともう一匹だ、気をつけよう。うん、ビリビリ虫に気をつけよう。さあどこ行った、あ大丈夫か君で、誰も死んないね。よし、いた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 。で一応さ激辛がもう一個あんだよな。でもこいつは安全に倒せるから使うのもったいないよね、時間はいっぱいある。うん、よしやっちゃおうやっちゃおう、すぐにすぐにやっちゃおうすぐにやっちゃおう。カエルとか降ってくる前にすぐにすぐにすぐに、うん、怖い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 、倒せ倒した、やったぜ。よしこれで、はい鍵回収。うん、ノーミスクリアはできそうだ、油断さえしなければ。さあゴールの場所はどこですか。近い、ありがたい、やったぜ。もうこれさ神様が言ってんじゃない、ピクミンの神様がいるのかわかんないけど、もうゴールしちゃいなよって、楽になりなよって。いやだけどお宝がまだフルコンプリートではないんですよね。一応壊しといてもらって、ナイス、早いね、さすがだね。3つ吸って、まあできる限り時間が許す限りやろっか。危なかったらもうすぐに激似が、絶対そうする。あれ全体的に今一周してるんだけど落ちてこない。あれビリビリ虫とかカエルとか何も落ちてこない。もしかしてこういうドスンドスンがないと落ちてこない、もしくは雨坊主がなんかどんどんするじゃん、あれで落ちてきてんのか。いないな、いないわ。オリマー待機しといて、ちょっとルイだけでもうちょっとだけ探索しよっか。ほら何も落ちてこないと思ったら落ちてきた。ちょっと待って、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 やっぱりやめる、もうやめよっかな、僕やめよっかな、これも。あー待って待って待って、危ない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 。倒したよな、でも死んないよな、怖え、心臓に悪い。もう許されよっかな俺。ていうか今回の地形さ、ショイグモが出てくる場所は ないんだけど、あれそういうのあんのか。許されましょう、はい、お疲れ様でした。もう最後のカエルを倒してダイヤモンドを回収しただけでも、もう褒めてほしい。はい、ドスン迷路ノーミスクリア、やりました。さあラスト2ステージ、スナイパールーム。うわ難しそう、黄色30、紫20のフロア数1、それはありがたい。激辛激苦が1個ずつ。スナイパールーム、もしかしてちっちゃいチャッピーがいてさ、それ上からさ当ててスナイパーのように倒していけっていうステージなんじゃないですか。なんだここ暗いな、頑張ろう。もしくは紫ピクさんのホーミング性能を使ってスナイパーしなさいよって感じなのか。まあ行ってみよう。やっぱそうだね、でもこれ簡単よ別に。うん、紫ピクさん一発ズドン、それで十分。でも倒したらもう運んでもらってもいいでしょ。マジか、危ね。はい、倒せる、オッケーね。うん、あこれ倒せんじゃない、倒してほしい。そんな全員で行く必要ない、一匹でいい。あ違う違う、紫さん一匹、いや待てよ、黄色にしよっか、黄色を、うん、まあ、一匹でいいのか、まあいいや。でこれは紫一匹、そしてなんかやばそうな敵の気配ないけどね、ちょっとオリマーだけ帰ってこっか。はい、そしてルイ君、みんなを連れて行ってくれたまえ。えでも絶対なんかやばい敵は出るはずなんだって、絶対に。ちょっと一応紫装填しといて、なんだ薄暗いな。いやでもやっぱりちっちゃいチャッピーがいっぱいいるっていう感じのステ、ああ玉コキンでした。だけどうわでも高いとこいんのか、それは厄介だな。玉コキンは紫ピクさんの、うん、振動でまひるからそれでいいのよ。うわーだけど登らないか、あだけど激似があるじゃん。ちょっと一旦放置放置しといて、うわーてんてんチャッピーもいるんだ。激似顔どっちに使うかだね。
いや結局タマコキン、いやでもタマコキンは上に登れさえすれば多分倒せる気がするんだよな。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫か。死ぬなよ、はい死ぬなよ。どこ行ってんの、危ない。ちょっと待って帰ってきて、はい。ちょっと行けるかどうか言ってもいい？紫さん連れて、待って、登るのがむずいわ。よし行ってみよう。登る、登って、むずい。これどうしようかな。あーやばいね。死んでる？死んでない？大丈夫？まだ。多分今回じゃ厳しいんだろうなって気がするわ。でもまだ誰も死んでない。いいぞ。素晴らしい。誰も死んだよ。はい。てんてんチャッピーが起きちゃった。危ない。どうしよっかな。で、さらに奥にさ、岩吐く虫いるじゃん。あ、待てよ。てんてんチャッピーは、うまく誘導して、倒せるんじゃない？タマコキンの弾で。そうだよ。だから、ここで待機しといて、うん。待機。てんてんチャッピーを起こす。こっち来いよって感じで来てもらう。そしてタマコキンに撃ってもらうっていう感じでやっていこう。いやけどルーイが死にそう。その前に頼む、タマコキン。まあ難しいかな。でもこんぐらい痛みつければあとは寝てるところを、うん、ピクさんで襲えば多分いける。オッケー。ちょっと先見に行こっか。こいついるでしょ。あでもこいつでもいいんだ別にな。うん、こいつに岩入ってもらって倒してもいけるな。オッケー、そうでしょ。で、お互いに弾撃ってもらう。だとこうなっちゃうか。いいよ。あー当たってないか。むずいな。お、でもいい。自分の弾で倒した。いいんじゃない？じゃあ、玉子金に激荷が使って、うん、こいつは激辛で倒せると思うわ。ちょっと、オリマーに変わろっか。うわあ、そして、爆弾の虫も出てきた。マジ？ちょっと、ルーイが拠点返りします。はい、そして、オリマー頼むわ。オリマーが、うん、この子たち連れて、行ってみよう。この点でチャッピー、やっとこう先に。はい、こいつもね、やっとく。回収しなくていい。よし。そしたら全員集合するんじゃなくて、オリマーだけ上に登って激荷を使う。激荷が使って、はい。で、すぐに、黄色ピクさんを上に投げ入れる。間に合わねえな、これ、きっと。あ、意味ないな、これ、きっと。うわー、マジか。そんなもんか。わかんないけど。うわ、そんなもんか。あ、死ぬなよ、ここへ来たら。死んでない。絶対こいつ持ってるもんな。あ、でも、こうやってやっていけば、意外といける？あ、意外といけるかもしんない。待て。帰っといて。はい。投げ入れる。で、ちょっかいかけてもらって、回収繰り返して、なんとかいけるんではないでしょうか。あ、いけんじゃないこれ意外と。あ、タマコキンって意外といけるな。はい。あ、いいよ。そして、さらに、あ、麻痺ってもいる。うわー、でも時間がもうなさそうだな。あー、危ない、大丈夫か。死んじゃった。あーでもな、時間的にも無理だったんだろうな、きっと。そうね、黄色ピクさんだけで意外といけるのかもしれない。うん、だけど時間かかるわ。あ、普通にさ、紫さんを下に落とすだけで結構まひるんだね。それが分かっただけでかいわ。はいはいはい。あー死んじゃった。さあ倒したけども、君が鍵持ってるんじゃないんだ。で、被害がかなりすごい。どうしよう。まずこいつ、うん、倒してからの、帰っておいでして、激辛使って、こいつ、待て、やばい、あー、とんでもなくなっちゃった。ひどい。倒してさ、もう確認にしよう。確認しますもん、今回は。あー、にしてもひどい。にしても見てらんない。で、鍵君でもないの？じゃあどこ？鍵。爆弾のやつ？マジで？あんなやつが持ってんの？まあ、とりあえず、やり直そう。ひどいな。さあ、再挑戦行ってみようと思うんですけど、早速もうてんてんチャッピーいるんだ。
マジで？そりゃねえぜ。とりあえずちっちゃいてんてんチャッピーはスナイプしちゃう。でこいつも倒す。はい、っていう感じかな。ちょっと一旦帰ってきて。まあ寝てるんであればそいつはほっとこう。それよりもさ、鍵だよ。鍵どこにあんの？君か？君かね。うん、はいはい、オッケーオッケー。この距離なら大丈夫。倒してみるよ。どうだ？持ってない。じゃあ誰？どうしよっかな。今回あそこに、あ、岩のやついるんだ。で岩のやつは正直さ、うん、待って、あ、待って、解散しちゃうけど持ってかないでほしいんだよな。待てよ、こっち向けよ。うん、オッケー。こいつはさ、自分で自分の岩を当てさせればいいから、こうしてこれでいいんだけど、あ、ちょっともったいないかな。違うやつに使えるかな。うん、あ、でもいけるか。さあ、くらえ、くらえ。OK、 倒した。で、この岩は、まあ、まあいいか。はい、そしてそこに、あ、お宝普通に、あ、てか鍵あった。マジか。持ってく？一人で。俺がおとりになっといて、こっちこっち、こっちだよ。うん、おとりになっといて、あのピクさんが持ってくのを、うん、邪魔させない。そうしよう。なんだったら卵金の弾を利用してこいつらを倒してもいいぐらい。うん、まあそれむずいか。まあ普通にピクさんでもいけるか。よしよし、いよいよ。待って、なんで来た、なんで来た、俺、なんで来た、なんで来た、なんで来た。危ない危ない。よし、でも持ってってるね。多分大丈夫だよな、あいつ。テンテチャピオ起きないよね、ちょっとね。さっき起きなかったし。よし、じゃあやっちゃおう。はいはいはい、こいつらやっとく。で回収しといて逃げよう。危ない、大丈夫？うん、死んでない。よし、今回はいける気がする。そこの雪チャッピーも倒しておく。オッケー、よくぞ持ち帰った。その場所どこ？どこだろう。こっち側かな。よし、ナイス。回収は後でいい。で、意外と、タンコキンは、まひるのが分かった。まひらせる。まひらせる。まひるよな。まひるんだよな。あれ？さっき、まひってたのに。危ない危ない危ない。あれ？さっきまひってたよな。あれ？危ない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 。あれ、さっきと違う。なんで？何が違うってんだ？うわあ！やってしまった。あれ？なんでさっきはさ、この周りに落としただけで巻きたのに今回巻きんないんだ。謎だ。もう一回やろう。いいぞ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 。お互いにやり合ってる。いいじゃん。で鍵速攻。てんてんチャッピーはもうこいつの岩で倒した。うん、こいつがあと怖いぐらいか。オッケー。でも玉子金もいるんだよね。さあ、玉子、あ、気づいてないパターンだ。オッケーオッケーオッケー。これはさ、激辛使って一気に行ってみよう。いけ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 。おお、なんかわかんないけどこれはいいパターンかもしれない。あ、行ってごらん行ってごらん行ってごらん。おお、そしてまひってる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 。で一気にキロでやってやって。待て待て、死ぬ死ぬ、誰も死ぬ誰も死ぬ誰も死ぬよ。まひれまひれまひれまひってる。今回はまひるぞ。やった、あったあったあった、やったー。いや、あ、運ぶ、運ぶ、そうそう、運ぶんですよ。毎回忘れそうになる。危ない危ない。よーし、オッケー。あと、もう2匹。持ってってくれたまえ。うん、動線は大丈夫なはず。その、チャッピー、いる。やっとこう。はい、オッケー。ピギー、大丈夫かな？持っていきつつ、違うお宝も回収しよっか。こういう時に、オリマーが、ネリアス、あ、あ、激逃げされちゃった、あ、間違った、間違って今やってしまった。なんでもないです、もうなんでもないです。激逃げ、もったいない。まあだけど、あとあの岩吐く虫ぐらいだもんな、危ないのは。あいつは多分、そうね、紫さんの振動で真昼から大丈夫、いける。で、大丈夫、持っていけてる。卵金は、あ、卵金はもう回収したっぽいわ。オッケーオッケーオッケー。
運んでもらって、いいよいいよ、まだ時間はいっぱいある。あ、ていうかそもそもチャレンジモードだからさ、あのピクミンさんにあのオリマーとかルイを拠点まで運んでもらうあれってないのか。そういえばないよね。あ、無駄なことした。ちょっと時間がやばいかもしんない。このお宝一旦放置。やば、だって一番奥だもん。行かなきゃ行かなきゃ。紫さんを装填して、あ、待って、こいついいのか。はい、ズドン、回収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 。あー、大丈夫か、持ってかなくていいよ、お宝が守ってくれてる。オッケーオッケー、いいよ。さて、あいつね、そっちがいいのか。はい、一気にまひらせる。まひ、まひってくれ、まひってくれ、頼む、まひってくれ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 。あー、大丈夫か大丈夫か大丈夫なのか、生きてるか、みんなみんな生きてます。いいよし、オッケー、よし、じゃあそのお宝どんどんくて、こっちよ、これをすぐに運んでくれ。おー、間に合うかな。50秒、激辛なし。終わったか。さあ、残り19秒で鍵回収。場所はどこだ、それどこだ、どこだっけこれ。ちょっと待って、もういいわそれは。こっちか、見える、どっか。そこじゃない、なんか爆発してる、怖。え、やべえやべえ、どこどこどこ、ちょ、それもいいわ。あ、そこだそこだ、あー、待って待って、いけるかいけるかいけるか。大人数で残り5秒、やってくれ、頼む、やってくれ、力持ちだろ、みんな協力して、みんな協力して、頑張れ頑張れ頑張れ、ダメだった、くっそ、なんていつもこうなんだ。よし、鍵回収しました。てんてんチャッピーとタマコキンを倒しまして、その場所どこだ、結構時間ある、今回は行けますよ。場所どこだろう、そっちの奥の方か。なるほど、とりあえずこいつ倒しといて、こいつも倒しといて、岩吐くやつがいるから帰ってきてもらう。そして解散。うん、2匹いるからな、こいつら。うん、こいつらを相打ちにさせれば OK、 やっちゃおう。いいね。さて、この緑のやつか、まあ激苦使って安全に倒してもいいかもね。そうしよっか。だから近いところからやんないと危ないから、こうしてこうして一旦吐かせてからの激似がズドン。よし、行ってみよう。これであとは倒すだけ。いいよね。よし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 。あー、クリアできる。それやる前にちゃんとここやっとこう。はい、ゴール開通。はい、ペロリンポン。この音が聞きたかったんだ。さて、じゃああとは運べるだけお宝運んじゃおっか。そうしましょう。はい。あー、そっか、この骨もあったんだ。今からでこれは、うん、掘って運んでは厳しそうだな。そうね、全員連れてきてるけど厳しそうな予感。やばい、残り10秒入りましょう。そうね、あと1個でお宝コンプリートだったわ。 OK だけどノーミスクリア、やったぜ、頑張った。さあ、ということでついにやってきました、ラストステージ、こちら。デメマダラの巣窟、最後あいつか。まあ、そうだよね、ワンのボスでもあったダイオウデメマダラが来るんだろうな。赤20、青20の紫10で、激苦が2の激辛2のフロア数5。長い、やってみよう。黄色いないんだ、そっかそっか。デメマダラの巣窟、これがピクミン2最後のステージです。頑張りましょう。ノーミスクリア、ノーミスクリアができればいい。頑張ろうみんな、生きて帰るぞ。できればね、ファーストチャレンジでクリアして、やっぱり富士山かっけすげえなーって言われてるもんだよね。行きましょう。お、なんか BGM 近くない？初めての BGM？ まず紫さん、紫さんいるのすげえ頼もしい、ありがとう、嬉しい。
ピクミンさんありがとうございます。オッケー、うん、こいつ倒しちゃう。で一応この炎も一気にみんなで出てないうちに、はい、壊す。え、なんか上がるなこの BGM、 かっこいいな。そしてそっち側は別に壊す必要なっすん。そこはなんか出てくる。なんもない、なんもないんだよね。なんもないわ。はい、時間が意外と短い。これは先に赤さんで、ちょっと怖そう、怖いわ。うん、で帰ってきてもらって、もう多分ね紫さんがいれば一気にいけるよ。はい、うん、まひらせて一気にいく。でそこの下にいるやつも一気にやってくれ。倒した、倒してるね。オッケーオッケー、誰も死んでない。運ばなくてもいいや。よし、そしてあれ簡単なもんじゃないか別に。うん、あ、こうやってチャッピー系がいっぱい出るってだけ。そんなん簡単だよね。はい、よしよしよし、いける。今乗るなら何も怖くない。そしてこいつ持ってると、オッケーオッケー、ファーストフロアは簡単なもんだ。いや、まだウォーミングアップに近いんだろうな。じゃあお宝回収してこっか。さあお宝とか原生生物も時間あるから回収しちゃって、うん、ゴールはそこに出ました。簡単じゃね？ OKOK、いいよいいよ。さあそしてそれが最後のお宝かどうか、どうでしょう。うん、最後でした。じゃあもういいね。はい、じゃあ入っちゃいましょう。チャッピーはもういいや。これぐらいの難易度で地下2階もお願いしてもいいですかの巣窟。さあどうだ、行ってみよう。ん？クマチャッピーね。まあだけど、まあ怖いは怖いけど、どうだろうね。結局紫さんいるからそんな怖くないかもしんないって思ってます。さあ来んのか。うん、まあそこ壊した、開通する。そして一旦体勢整えてから紫で一気に行くってわけよ。そう、まひらせればいいだけ、それだけ、それだけなんだけどな、それだけなんだけどな、それだけなんだけどな。うわー、そう、うまくはいかないか。マジか。え、マジでガチれない。紫さんいても、で、そこは奥か。まあノーミスクリアになんないけど、一旦最後まで見ようよ。うん、対策考えよう。さあ、てことでゴールはあっちで、てんてんチャッピーもいるんだ。いや、これはね、うん、ノーミスクリアは考えるのやめよう。はい、激似が激化すか。2つずつは一応あるんだ。なるほどね。最初のワンフロア目は、うん、何も使わなくていけるから、残りのフロアは何か使っていいんだ。そして3階、ここは何が出てくるか。ポポガシグサで増やせる、マジか。まあちょっとロケハンってな感じで軽くやっちゃうけどね。うん、やって、今この感じは、あーあー、焼きチャッピーが水の上にいる、振動。いや、だからあいつは、あ、めっちゃ増やせられる、めっちゃいいじゃん。うん、あいつは陸地におびき出してからの激似が出んじゃない。そうしよっか。だから赤でいいと思うのよ別に。あ、でも青増やす、まあでも赤と青かな。うん、赤。はい、ってことで赤と青をいっぱい増やしました。でまずここの炎がちょっとやらしいから先にここ壊しとく。そして、うん、待って、分けよう。赤さんだけ来てもらって、こいつをまず起こしたいんだけど、うん、起こす。そして呼んで激似が使って一気に、いやー、そうだよね、赤さんだけだもんねこいつ。あ、いけるな。うん、これ簡単だっていう感じね。はい、でお宝を考えないんで、はい、ゴール出てきた、それはここね。はい、あ、お宝それだけか、いいじゃん。でこれで終わり。そしてデメマダラの巣窟地下4階、ここで何が出てくるか。うわー、そっか、忘れてた、クイーンチャッピーいるんだった。うわー、マジか。え、麦製でクイーンチャッピーは結構、あ、待って、危ない危ない、麦製クイーンチャッピーはちょっとしんどいかもしんない。うん、まあやってくるベイビーたちは、うん、パンチで倒せて、あ、でもいけるか、この配置は楽かもしんない。待って、生まれてくるのは後ろからでしょ。で、こいつの弱点は顔だから、
あ、結構簡単じゃないか。うん、普通にここでみんなで、あ、ちょっと待って、やってくる。もう始まったらすぐだな。始まったらすぐ炎をどかして、で、クイーンチャッピーを痛めつける。そして、嫌がるでしょ。嫌がったらこいつローリングするんで、それで自分の子供を踏んづけてくれるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、死ぬね、ダム死ぬ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 、あはー、死んでる。むずいかもね。うん、でもこのパターン入れば結構いけるのよ、確か。このパターン入って顔を痛めつける、で、嫌がる、回収する。はい、うん、そう、ちっちゃいね、ベビーチャッピーが邪魔になってくるだけだって。そう、一回ローリングが入れば安定するんだよ。ここも別にさ、激辛とか激苦とか使わなくてもいけるんじゃないかな。あ、でも時間かかるかもね。はい、おいで。まあ、やってみるわ。これで終わるかどうか。終わったな。よし、倒しました。で、うん、ベビーチャッピーがいる。気をつけよう。殴る。うん、すまんな。大丈夫？燃えてない？うん。はい、鍵を回収して蜜も吸ったりなんかしてゴールするだけ。いけるぜ、これいけるぜ。さあ、ゴールはそこ。うん、一番奥ね。で、お宝も全回収だよね。 OK。 さあ、これが地下4階でした。あれ、いけるんじゃねえか、すぐこれ。いや、最後次第、最後。ここがとんでもなく難かったらもうやってらんない。電話だらの即通、地下5階。いや、絶対に大王電話だら。この地形なんか見覚えあるな。なんかこういう感じでさ、大王が出たことなかったっけ。あ、いるでしょ、ほら、やっぱそうだ。あ、でも爆弾もいっぱいあるわ。それはいい。で、結構水辺なのね。水辺ということで、これは青さんか。でも火も邪魔だな。いや、だけどそれは気をつければどうにかなるし。うん、そうね、溺れる方が厄介。 OK。 じゃあこの青さん軍団を連れてやってみるか。まあ、いけそう。あ、3体もいんの、大王が。この爆弾を食べてほしいんだよね。うん、爆弾を食べてもらったら。食べた、よし。はい、投げるだけでいいんだよな。はい、大丈夫。なんか奥で何してんの、木村、何してんの。火遊びするんじゃない。はい、あはあ、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 何これ、どういうこと。待って待って、どうぞ作戦考えよう。今回は無理だから。ちょっと待って、今何が起きたんだ。あ、大王が今多分爆弾踏んだんだ。爆弾プレスして、その爆風でみんな死んだんだ。そういうことね。大王が3体出てくるんだけど、1匹ずつがいいよね、もちろんね。でもまあ落ち着いて爆弾1個ずつ食べさせて、どうしよう。激苦と激辛の配分を考えててさ、地下2階で激苦1個は絶対使う。ここで使う必要あんのかな。なんかあんまりない気がするんだけど。うん、こういう感じでさ、爆弾食べてもらう、で、ボーンする、で、頭に投げつければいいんだよな。はい、一丁上がり。これを繰り返せばいいから、そんなむずくないはず。よし、オッケー。じゃあこれで行ってみましょう。さあ、最初からで、まだの即通、地下1階。ここは簡単よ。ユキチャッピーを倒して運ぶだけ。うん、そしてお宝もコンプリートしてる、素晴らしい。一旦解散して、さあ、地下2階へ。さて、問題はここですよ。地下2階、クマチャッピーとテンテンチャッピーがいるのよ。え、クマチャッピーに激辛、じゃあ激苦だ、激苦を使う予定なんだけどさ。いやー、その後テンテンチャッピーもいるんだよな。で、そこ壊しといてもらって、回収で来るでしょ。ちびくまも怖いんだよね。行ってみるか。激苦、そして先にこっちか。いや、待って、怖い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 怖
壊れんなよ、壊れんなよ、壊れんなよ、壊れんなよ。よし、誰も壊れてない。これはいけるか。とりあえず運ぼうか。よし、慎重に行こう。いや、もう正直さ、ゴールしてもいいんだけどね、別に。てんてんチャッピー倒さずに。ま、こいつは倒そう。はい、いいね。ま、運んでもいっか。はい。そして、こいつもやっちゃう。ちょっと待って。それは、青さんに持ってってもらって。で、青さんに持ってってもらってほしいな。はい。紫は、戦力になる。いやー、挑戦してみるか。マヒルンであればいけるもんね。よし。じゃあ、これ、壊して。よし、炎を壊し、また、やってみるか。いけるんじゃないかな。頑張れば、紫こんなにいるし。行ってみよう。終わった。あ、ズドンができる距離感じゃなきゃダメなのか、こうやって。いやー、なるほどね。ちょ、もう一回やろう。点々チャッピーやっちゃおう。よし、まひったか、まひったか、まひってる、オッケー。まひったかどうか分かんなかったけど、よし、いいよ。で、クマがあっちにいる。よし、倒しました。これでもう怖くないわ。そしてお宝もなんだかんだ全部回収できてます。素晴らしい。 OK、 これで地下2階は完了。次、地下3階は何だったっけ。あ、水辺か。あ、これね、ポポが仕草で、え、最後さあるよね、電話だらで水辺だったから、青の方が増やしたいかもしんないな。でも赤もある程度必要だから、うん、青ピクさんで青ピクさん増やそう。そうします。はい、青ピクミンをいっぱい増やしました。だけどここで頑張ってもらうのは赤さんなんですよね。よし、行ってみるか。まあでも20匹いれば大丈夫なんじゃないのかな。はい、でこれも壊してもらって、はい、さあ、あいつは激似顔を使うんだよね。うん、とりあえず壊そう。はい、では起こします。起こして、おいで、来てもらって、ちょっと離れようか。はい、あ、まあだけどあれか、水の中にいたら、うん、普通に違うピクさんでも倒せんのか。まあでもいっか。よし、これでいいよ。そしてゴールはそこ。多分それはオリマーのいる目の前じゃなかった。どっちだ。まああっちの方か。青ピクさんが結構ね、このハピクミンが多いから、ミツは彼らに釣ってもらおう。まあ、激辛1個補充できました。ヒヤヒヤした。あれ、ゴールは、あ、後ろか。オッケーオッケー。ちょっと怖かったけども、はい、地下3階コンプリート。次、地下4階、ここですよ。ここはすぐに赤ピックさんで、うん、正面のところを壊す。で、すぐにクイーンチャッピー攻撃する。行きましょう。だから赤装填完了。あ、大丈夫か。うん、ここなら怖くない。よし、先に、はい、すぐに嫌がらせして、ぐるぐるしてもらいたいんですよ、僕は。僕はぐるぐるしてもらいたいんですよ。あんまりしたいけないよ、あんまりしたいけないよ。帰ってこいよ。待って待って、どこどこどこ、バカバカバカ、帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい、帰って。うん、そうしましょう。よし、まずは炎、そこはいいでしょ。そこ、ここは怖い。ここだけやっとけばもういい。待って待って、それが問題だ。帰ってこい、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 
帰ってこい。うん、帰ってきた。よしよし、オッケー。で、行くなよ。勝手なことすんなよ。さあ行ってみましょう。うん、意外と時間もあった。で、はいはい。待って、中入んな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 、マジで激辛しちゃう？激辛したらどう？早い？あー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 もう大惨事だ、大惨事だ、大惨事だ、大惨事だ。君らは何も見なかった。いいね。さあまたやってきました、地下4階。相変わらず火がある。どうしよう、赤ピックさんだけにする。だからで解散する、赤ピックさんだけ連れて、まずこれをやる。やったらもうすぐ刺激しに行く。はい、うん、しっかり待って、待って、下行く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 なよ、下行くなよ、下行くなよ。うわ待って、来る来る。ここ一旦解散して、はい、集合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 。危ない。で転がって、あー死んでる。くっそ、めっちゃむずい。またやってきました、地下4階でね。さっき地下3階で、白い蜜、あの壊すやつからね、激似が出たんだよ。お使います。ここでもうあいつが産む前に使います。使えないだと。マジかよ、マジかよ、マジかよ。空振った。待って、行かないで、行かないで。もう何これ、何これ、もうこれ壊して、みんな、あーもう何してん、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 何してんの。あーもう死んだ。さあ何度もやり直しています、デメマダラの巣窟。ちょっと作戦変えよっか。オリマーが後ろ行ってベビーを倒しましょう。うん、結局このベビーが一番怖いね俺は。うん、倒しておく。で変わって、はい、で待ってて、逐一変わる、逐一変わる、逐一変わって、そして赤でこれ壊す、倒す、はい、倒したね。うん、OK。で、全員連れて、オリマーは大丈夫？はい。うん。ここにいたらさ、ベビーはさ、こっち側に来るんじゃない？オリマーの体力は、まだ結構大丈夫。あ、でも食らうな。OK。そろそろ、ここで、ちょっかいかける。で、もう欲張らない！全然欲張らない！全然欲張らなくていいから、やってく。これでいい。これでいい。待って待って、下行くなよ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 、行きたいな。怖っ。いや、もうこんな大人数じゃなくていいわ。で、あー、大丈夫か、オリマ。はい、という感じで、やっていく。なんでや。はい、収録時間が3時間を超えました。行きましょう。待って待って、変な音じゃない？怖いなー。待てよ。うん、ゆっくりやろっかな。はい。こっちですんのいいじゃん。で、まず火を壊します。はい。そしてスコアを見てもらったら分かると思うんですけども、僕はもうお宝フルコンプリートを諦めました。何か、ね、糸は切れたかのように、あ、もういいや、ノーミスクリアでいいんだよね、という気持ちになりました。はい、ということで、やっていきます。よし、じゃあ、行くぞ。これで、変わりまして、まあ、みんな連れてく。手をしたらまたやばいくなるよな。で、オリマー大丈夫？はい、奥の方寄った。はい、で、こいつやっといて交代して、ちょ、分かれまして、ちょ、紫、ちょ、待って待って、ちょっと待って、今何してんだよ。あー、まあ、待ってよ、やっぱりやるかこれ。はい、もうみんなでやろう。はい、 OK ね。で、オリマーはまだ大丈夫、耐えれる子。はい、で、分かれまして、試しに紫で次行ってみようか。うん、オッケー。さあ一旦オリマー、オリマーがやばい。はい、いいね、これでオッケー。いいで、オリマーももう帰れる準備はしとかないとね。オッケー、行きましょう。はい、上にズド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 。はい、一応攻撃力が一番高い。はい、オリマーがもうやばいな。はい、帰ってこよう、オリマー。はい、大丈夫ね。オリマーがやばい、危ない。オッケー、さあ帰ってきました。そして、はい、ルイがやっていく。上にくっつけて、はい、嫌がる、回収、転がってくれ、転
転がった。だけど倒せないベビーは、オリマ頼む。危ねえ。オッケー、これを繰り返す。落ち着いて落ち着いて、誰も下に行かないように。上に当てる。うん、やった。はい、オッケー。いいよ、いける。あ、やっといける気がする。やっと勝てるのか俺。はい、もう何回目の挑戦なんだろう。6回目ぐらいかな、7回目くらいかな。よし、行きましょう。はいはい、オッケー。よし、回収。いいよ、このペース、このペース。勝てればいい、勝てればいいんだ。自分の子を自分で潰すなんて、もう本当に恐ろしいわこれ。怖いこと考えますわ、任天堂。オッケー、ラストか。貼り付け。いや、まだかかるな。もう一回やろう。うん、時間はある。そう、お宝フルコンプリートを諦めた代わりに時間はいかでもあるんだ。よし、オッケー、やっと勝てる。いや、クイーンチャッピーが一番無犠牲しんどいかもね。オッケー、これ最後。さあ、これで全員撃破で、ベビーがまだいるよな。はい、ルイがとどめ刺すと。オッケー、じゃあこれで運びましょう。長かった。よし、入ります。さあ、ラストフロア、デンマダラの巣窟地下5階、ファイナルステージです。ピクミン2の集大成、行きましょう。絶対勝つぞ。そう、このファイナルフロアのために青ピクさんをいっぱい増やしてるんで、じゃあここで一旦解散の。いやー、紫さん連れて行きたい気持ちあるけど、いやー、むずいよな、きっと溺れちゃうもんな。よし、じゃあ行ってみるか。待ってもらって3体、あー近いな。こっち側で戦う気持ちか、わかった。はい、起こす。まずこいつを、起きてくださる、起こす。そしてこれ1個食わせる。1個でいい、1個でいい、1個でいい、1個。うん、うまい具合に食うか。食った。で、集合かける。で、激辛ズドンからの、はい、行ってみよう。どうだろう、いけるか。一気に、一気に1回でやっちまえ。おっきい、ナイス。どうだ、こいつは鍵は落としてないのかな。違うっぽい。次、こういう感じでやっていこう。お前だ、起きろ。さあ次、出しないね、やっぱりね。はい、ちょっとずらしといて、ずらしといて。激辛なら1回でいけるね。よし、あ、食べたか。いや、でも今ちょっと良くないな。そこ、火があるしな。ちょっと待って、何してんの君たち、君たち何してくれちゃってんの。危ないって。あ、待って待って、あ、待って、あ、待って、あ、全然違 う、 うん、予定と全然違う。あ、でももうこいつまだスタンしてる。いや、でもいいや。こっち来て、こっち来て。はい、して食べてもらう。オッケー、ナイス。激辛注入して、一気に一気に一気に頭に貼り付ける。終われ。よし、まだか、こいつじゃないのか。え、でも3体全員倒そう、最後は。ってことで、やべ、激辛が終わっちゃう、激辛が終わっちゃうよ。こっち、こっち側でやろう。はい、解散、起きてもらう。1個だけ、1個だけ食べてください、これ1個だけ。こえ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 。よし、食べるか。食べた。よし、いいよ。で、爆発気をつけて。オッケー、よし、ラスト、激辛まだ持ってくれよ。うわー、激辛が終わった。でも一気にいけるはずだ、一気にいけるはずだ。やったぜ、勝った。待て、最後まで気を抜くな、最後まで気を抜くのか俺。あー、大丈夫か、当然大丈夫か、お前当然大丈夫なのかそれ。火とかない、火とかない、大丈夫、一人でいける、心細くない、ついてこっか、大丈夫。泣きそうじゃないか俺が。やったやったぞノービスクリアできるあー、最後の完結戦。あ、時間は160。お宝最後ぐらい回収しよう。あった、ほんと超嬉しい、超嬉しいよ。回収じゃい、回収じゃい。
ハニはこれどういう動線？大丈夫？大丈夫？こっちからおいで、こっちからおいで。おお、オッケーオッケー。ナイス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 。そしてゴールも開通しとこう。オッケー。そして大丈夫？うん。誰も燃えてないね。ああ、死亡ピクミン数ゼロ。間違いないね、それね。やったぜ。よし、最後はみんなの力で持っていこうぜ、これ。はい、行け。これで終了。オッケー。うん。そうね、お宝全回収の音も鳴りました。で、まだの回収はいいでしょう。はい、お疲れ様でした。長い戦いでした。いや、ほんとね、このステージで、まだの巣窟、挑戦開始して1時間ぐらいまでは、序盤の3ステージ、3フロア、お宝全コンプリートやってたんだけど、もう糸が切れた。はい、ということで、チャレンジモード、ご覧の通り、すべてのステージが、ノーミスクリア、赤いお花で埋まっております。さあ、ということで、これをするとどうなるかというと、これ戻っていいのかな？戻っていいんだよね。セーブとかされてるもんね。はい。タイトルに戻る。はい。ムービーがね、出るらしいんですよ。さあ、そのムービーというのが、オプションか？違う、おまけか。おまけ。うん。はいはいはい。オープニングムービーとかあったりとか、借金返済のエンディングデモがあったり、スタッフクレジットがあったりする中に、ルーイの秘密、これか。そうだよね。ここまでは見てるもんね。じゃあ最後。待って、カード E プラス何？先にこれ見てもいい？あ、カード E リーダーなんかあったな、懐かしいな。あ、ゲームボーイアドバンス SP ですよ、あれ、右のやつ。そう、普通のアドバンスがね、若干ね、その画面が暗いっていうね、欠点を、その、克服する。ゲームボーイアドバンス SP。 いやー、あれね、友達持ってたわ。すげー画面明るかった。俺の暗かった。まあ、それはいいとしまして、はい、では最後、このルーイの秘密見て終わりましょう。皆様、本当にここまで、全27パート、うん、ピクミン2は27パートあげました。ご視聴ありがとうございました。ルーイの秘密。そう、こいつな、社長に託されたゴールデンピクピク人参。あ、最初のね、このピクピク人参が、窃盗にあっただか奪えただかで、ん？だがルイは食欲を抑えきれず。うわあ、てめえ！おめえだったか！全部食ってしまった。そう、社長に嘘の報告を。わあ、なるほど、宇宙海賊に取られましたみたいなね。こうした戸建て運送は、莫大な借金を抱えることに。社員一人の食欲のせいで、C じゃねえんだよ。クビにしろ。ご視聴ありがとうございました。あ、そして、ピクミン4がね、今年の7月に出るという嬉しいニュースも最近ありました。そして、やっぱりね、それが来るんであれば、ピクミン3、やらなきゃダメでしょう。はい、ということで、ピクミン3、ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。もう、ルーイは出てくるな。もうルーイが出てきてももう許すな。だって、今回のピクミン2のこの大冒険めちゃくちゃ難かったけど、ルーイが食欲を抑えられてたらこんな冒険なかったの？ふざけんな、あいつ。